発掘された歴史的地震火山災害痕跡データベース考古学の新たな挑戦を奈良文化財研究所埋蔵文化財センター遺跡調査技術研究室村田主任研究員にお話しいただきますご紹介いただきました村田と申します、えー、本日はですねこのようなタイトルでお話しさせていただきますがこれまでのお話ではあの 文化財を守るというような形のお話だったんですがいやむしろです、ね、文化財の中から我々の生活を守るです、ねえー、防災とか減災というようなあ可能性はあるのかとどういうことが、えー、実は我々の生活に関わってくるのかというようなお話をしていきたいなと思っております。えー 阪神淡路大震災から25年そして東日本大震災から10年という形の節目になっておりますが恐ろしいさまざまな災害を我々は経験してきております。しかしこのような大きな印象のあるその災害だけではなくてですねこちらも えー、火山噴火があったりとかです、ね、多くの犠牲者が出ましたけれどもこういうことがあったりとかです、ねえー、熊本地震もありましてこう今まで我々があの生活圏の中で、えー、見ていた景観がです、ね、一瞬にしてあの変わってしまうというようなあ大きな災害を受けております、えー、地震とか火山噴火だけではありません、えー、台風というのも近年、えー、非常に大きな被害を及ぼすようになってきております。 今まであった生活圏がですね一変してこのような経過になってしまうということもございます。で、えっ、ー、と本日の話題としてはですね、私たち取り巻く自然災害って一体何なのかなっていうことを見ながらですね、実は過去にもそういう災害の痕跡があるんですということをお知らせしたいと思います。発空調査等々で出てきますので、そういうものを使ってですね、実はその災害がどんな時にいつあって どのような災害が発生したのかというのをデータベースを作っていくと実は私たちの生活圏の中にどのような災害が発生しうるのかということを歴史的に捉えることができるとで結局私たちの未来に向かってそれを考えてあらかじめ考えていくことによって自然災害そのもの自体はなくならないんですけれども我々が防災をあるいは減災をしていくという形で役に立てられないかというような 話をしていきたいなと思いますまず私たちを取り巻く自然災害とはどんなものがあるかなと、えー、ざっと見ますと大きくは気象災害と地震火山災害というものがあるかなと思いますでここにはいろんな災害が発生しますで問題なのはですね これがです、ね、実はいろいろ例えば地震が起こってです、ね、その結果山が崩れてです、ね、土石流が発生するで川をせき止めてしまってです、ね、いや結局洪水が起こるというような実は複合的な災害も発生するということは我々よく知っているわけですね。でところがあ例えば地震だったら地震で、えー、と机の下に逃げてそれから、えー、避難しますよというようなその問題意識でしかなかったりするんですね。 もっとあの日常生活的に我々の生活圏があの川そばにあるんだとか山の斜面のそばにあるんだということの認識をしていればもともと起こらなくて受けなくていい被災を受け,受けてしまうということがあります。ではえっと話をどんどん進めていきますが災害のの痕跡はじゃあどういういいとところに残っているのかなと大きくはですね過去の災害は大地の中地層の中ですね そそれれれかかららら遺跡の中それから人の記憶の中中人記憶というふうふに考えられます、えー、実際にはこのような白調査をしていくとあるいは地質調査をしていくと地層の断面の中にです、ね、これは噴砂の状態ですけれどもそういうのが出てきたり当然あの歴史の資料の中にです、ね、このようなこれは浅間山のです、ね、噴火の状況ですけれどもこういうような資料が残っているということなんですね。 では、実際に地層とか遺跡の中に残る災害の痕跡を見ていきたいと思います。今さっき出てきた写真ですが、これはあの我々ならあの文化財研究所でえ白、ー、調査をしたものです。けれども、530時の西壁に発見された地震の痕跡です。えー、噴砂の様子なんですが、これは例えばえっと東日本太平洋。うん、まああの。 東日本大震災の時のですね噴砂の状況なんですが、この今砂が吹いたような状態を、えー、と示しているものになります。えー、実はですねその噴砂というのは砂が吹き出すだけではありません。状況によってはですねこのような石が吹き出してくるということもございます。えー、実際にはものすごい力ですので、ちょっと砂が吹いてきたなというだけでは済まない、えー、いうことがあります。 地域によっては自分の足元にこういう危険性があるんだということが実は発掘調査でよって分かっているそれがいかに情報共有されて皆さんの中で認識されるかというのが重要な問題であると考えます。また、このようにです、ね、地割れとかですね、 こういうものも発掘調査の中で出てきます。これは群馬県の金井東浦遺跡のところですけれども、こういうような強烈な印象を持つものが災害の痕跡として発掘調査から出るんですが、これをですねいかに皆さんがあ生活圏の中で情報共有していくかということは重要なことだと思います。また津波の痕もございます。これはですね仙台市のですね九日大遺跡のですね報告書から上がってくるものですけれども、 遺跡のの位置がこのようになっておりますで空中写真であると広い面積で,です、ね、これは遺跡だけではなくてです、ね、津波の痕跡も調べようということでかなりり広い範囲を空調査しておりますそうするとですね発掘調査の中ではこのように砂の泥状のですね泥質の干潟がある中にです、ね、砂のものがです、ね、入ってくるとでこれはやっぱり津波で海からこういうものが運ばれてくるんだということが認識されています。 でそれをです、ね、ちょっと細かくて見づらいんですが、えー、広い範囲で、えー、白い線が横にずっと続いているんですね、でこれがです、ね、非常に広く津波が来るということはあのー、3.11の時きでも、ね、皆さんご存知のとおり広く、あのー、津波が広がってきます影響を及ぼしてきますでそれが、えー、実は過去の状態で、えー、もう認識されていたと、我々知ってたんだよねという話なんですね。ここれれをを、ね、砂の到達距離をです、ねえー、これはあ 調査されたものなんですけれども、実際に昔の海岸線と今の海岸線の距離は違うんですが、実は津波の届く距離はほぼ一緒だということが分かってくると、そうするとですね、実は遺跡の発掘調査、文化財の調査というような中で、実は我々の防災とかですね、減災に対する非常に気づきのきっかけがあったんだということがわかるかと思います、えー。火山噴火についてもその通りです。 これはですね、えー、と群馬県の報告書の一部分で、えー、とですねあの奈良文化財研究所ではですねこの点のですね、えー、専門家のですね研修ということで情報共有をしていこうという形で研修をやっておりますでその中でですね、えー、報告していただいた内容なんですが、えー、金井東浦という遺跡からですねこのようにですね火砕流の中に埋もれたですね えー、武者武者のですねミイラが出てきてきおります。でこれはですね文化財としては非常に極めて重要なものではあるんですが、えーまあ、このような鎧を着た人がこのような形で伏せて、えー、発掘されたという状態なんですけども実は女性なんかもですね出てきましただからこ,、うん、このようにですね顔を伏せてですね えーと災害時にです、ね、逃れようとしているんですが亡くなったという状態ですねあるいは子どもも出てきています、えー、吹き飛ばされたの可能性もありますけれども、まあ、このような災害が起こっていると、えー、いうことが実は発掘調査から分かっていると。ですので、えー、この場合はですね榛名山が背後にある遺跡ですので、えー、とそのような危険性がある地域なんだということが実は認識されてなきゃいけないと。 また歴史的なあの資料の中からも出てきますこれは前橋城の発掘調査の現場の状況ですけれども実は江津面の中にですね利根川があと真ん中にえっと前橋城がございますけれども左側から利根川が迫ってきております実は数年後にですねこの利根川がですね蛇行してですね大きくお城の城壁をですねえぐるようになると でそれに対して、えー、ちょうど図面のですね左側矢印のところですけれどもバイパスを通してあの河川を変えようと変え、うん、書き換えようというようなアイデアが出てきました、えー、非常にいいアイデアなんですけれども自然の力を見誤った人間の行為というのがこの後出てきます、えー、この後ですねよく見ますとバイパスはとても良かったんですがバイパスの元々かけたかった城から外れた位置が徐々に徐々に城の方に実は迫ってきてしまいまして。 結局直撃していくとと矢印のところですでこれがやった結果城がですね利根川によって実は城としてあるのではなくて利根川によってですね、えー、と防備がやられていくと、えー、城の真ん中の方までですね矢印のところですが二の丸がありますけどもこの辺りは三の丸ですね三の丸がありますが、えー、その辺りまで利根川がどんどん寄ってきてしまうと。 残念ながら城としての機能を失ってしまい、その後、実は真ん中のあたりに田んぼができてくるというような状態で廃棄されるという状態になります。発掘調査でも、その田んぼができた跡が出てきまいりました。で、このようにですね、自然を見誤って、まあ、またこれはその後ですね、人間がですね、この前橋城を復興させていくんですけども、自然の力を見誤ると、えー、と、人間の想定と。 いうのをはるかに超えてくるということがまあまあ,ありますよということが実はこの絵図面から読み取らなきゃいけなくてですね我々はですねそれも踏まえて防災減災をと唱えていかなければいけないということになるかと思いますこれはですね次は浅間山の噴火ですで人の中に記録は残るんですが実は人によってはですねその災害の解釈が異なるということがよく出てくると思いますこれは実にあの絵としては 火山噴火の姿をこう見やすい状態に描いているというような絵になるかなと思うんですが実は同じ火山噴火でもですね、このように違うように見える要するに,ついに山火事も伴ってこういう発生してるんだということも見えてくるかと思いますさらにですね、実は、えー、浅間山噴火はしたんですが岩石雪崩土石流ですよね、えー、そういうものが宿場町を襲っていくとで。実は知人がいるんだと。 でそこに誰がどんな被害を受けたんだということを記録するということで全く火山噴火自体が書かれていないということもございます。ですので、えー、と今の歴史の,その資料という中でも全てが載って全てが載ってるわけではなくて。 どういう人がどういう立ち位置でその情報を伝えようとしたかということも読み取っていかなきゃいけないとそういうことも踏まえていろんな資料を当たっていくそして私たちの生活の足元にですねどんな履歴が埋まっていたのかということを考えていく必要があると。でえー、じゃあいいつそののよううなな災害が起こったのかなという もののをを考える事例の一つを示したいいと思いますこれは先ほどやった出てきましたあ奈良文化財研究所で発掘調査した530字の結果なんですけれども、えー、土の断面の中からこのように、えー、と地震の痕跡が出てきました三脈と噴射という状態になりますでこれをちょっと拡大しますとこのような写真になると先ほどお見せした写真になります。 でこれをどういうことなのかというとですね、このような模式図を描きました、えー。地震が揺れることによって地下が液状化して、えー、地あの地面の弱いところをですね、圧力で持って突き破って、えー、砂が吹き出すと、えー、突き出し突き破っていくその道をサミアと呼び、吹き出したものを噴砂と呼びます。で、えー、これを白調査の結果異物とかですね、移行の噛み合いということを考えると、このような2回の地震があったと。 いうことが考えられています、えー、この地震の痕跡が出てくるんですね震度5弱よりも大きいということですのですなわち共振という形かなり大きな地震になります、えー、奈良県の中でですねこれだけ大きいということはですねなかなかございませんので、えー、状況的にはですねあの南海トラフの影響なんではないかということも考えられていますただそれもですね もっと全体を見渡して実際どういうことが発生してこういうことが発生している結果論として残ったのかということを調べていく必要もあります。でまあちょっと違う形で、まあ、つい最近の発掘調査でございますがどんなふうに出てくるかというと発掘調査の現場ではここの赤印で示したところから地震の痕跡が見つかったんですけれどもまず皆さんはこれを見てですね 地震の痕跡があるというふうに、えー、と認識されるかどうかということですね真ん中の辺り溝をちょっと掘り込んだところから実は砂の山脈というものが上にスーッと上に上がっているということが見えますでしょうか発掘調査では、まあ、このようになってですね実際にはあそういう本来発掘調査では遺跡とか遺構というものを調査検討するんですが、えー 奈良文化財研究所ではですねこのようなものが出てきてもです、ね、全部記録を取るという形をしていただいていますその中でどんどんこういうふうにです、ね、図面の中に記録を取ってどのようなものがあるかというのを記録してってもらっているんですが結果論としてこういうような噴鎖が発生していると奈良時代の地層と平安時代の土器が出てくる地層に挟まれてますので 文献資料歴史の資料からですね調べるとこのような地震が当てはまってくるのではないかということが分かってきます、えー、地震の痕跡にはですね何年に起こったというものは書いてはございませんですので、えー、様々な資料を使ってですね、えー、積み上げていくと例えばお寺さんのこの部分が壊れているとかですね、えー 以降でこういうことがはっきりとしたそのこの橋が壊れるのはいつだとかって分かっているものに対して少しずつ絞り込んでいくというような作業をしています。では最後にデーータベースの構築ととといいいいうようよなことをお話し,していきたいと思います今みたいなですね災害痕跡のデータをですね集めていってより角度の高いその災害の発生時期あるいは災害のタイプですよね。 それから被災の模様ということが分かってくると私たちの,その生活圏においては将来的に役に立っていくはずだというふうに考えております。実際には発掘調査現場あるいはすでに発掘調査が終わったもの報告書あるいは論文というものを集めていって実際にデータベースを作っております作業自体はです、ね、あの非常に地味なものです。 データとしてはいろんなデータを集めていって地図上にこう記していって最終的にはそれを災害の予測あるいは減災研究というような形で利用していただこうという形で作っておりますが実際の作業としては報告書や論文をひたすら読みながらですね一個ずつ記録を取りながらカルテを作りデータに打ち込むと。 いう作業を繰り返しております、えー、しかしながらですねあの日本の中にはですねそれの遺跡でもですね中にたくさんの,あの調査のピットあるいはトレンチというものがございます。えー、その中で一つの遺跡の中でも山側から谷側に向かって広がっているなどするとですねあの災害のタイプが変わってくるんですね。でそういうことを考えると一点一点全部で拾っていかなきゃいけないと。 でそうなるとです、ね、今我々10人程度でやっておりますけれどもそれではとても間に合わない将来的にはです、ね、地方公共団体の方やさまざまな研究者あるいはです、ね、もっと地元の方たちにです、ね、この記録を、ねえー、集めていただくということはとても重要かなと、えー、全日本的に参加していただきたいというのが望みです。こここれれれをです、ね、地図上に示していいきますすは長岡の事例ですけれども、えー、こういうと、えー 点の部分がですね、すてのポイントが、えー、白く調査を行ったポイントになります。で、その中でですね、緑のポイントは災害の痕跡がございません。しかし、赤いポイントがですね、ずっとですね、南北にですね、地震の痕跡としてつながってくる。で、これを地形的に見ると、確かにえっ、ー、とちょうど左手西側と東側の間で。 ちょうどこの図面で見ると住宅街があるところと田んぼがあるところということははっきりわかるかなと思いますこれはですね、えー、河川がですね作っていった三角巣のちょうどキワキワのところになります。で、えー、これを見るとですね昔からもともとは山勝の方の西側のところに台地の上に皆さん住んでいたんですね。でそのの手前の東側 鉄道が走るあたりからなんですけれどもそこはですね住んでなかった水田だったわけですねもともと地盤が弱いとですのでまあそういうところに地震があってもってことなんですが写真を見ていただければご覧のとおりですね新しい宅地開発造成がですね東側で行われているということですね極めて危険性は高くなってくるということになりますまたこれは熊本地震の事例ですけれども当時ですね 四季町の付近で活断層があるないというような問題があったことがニュースの中でだいぶ語られたということがですね皆さんのご記憶にも新しいかなと思うんですけども実際に遺跡の中を調べていくと断層上にですね活断層上にですね遺跡あの被災している遺跡が点々とあったとそれはあの今回の熊本地震ではなくてですね過去にですね既にですね地震のによってですね被災しているよということがですねあったんですね。でですのの我々の作業がもっと早く 進んでればですね、あのもう少し指摘ができたんじゃないかというこれは非常に悔しい思いをした事例です。で実際にはどんな時に被災したか資料まで出てきました。でこういうことが起こるということは我々もっと知ってたんだよねということでやはり専門家はもう少し努力してですねやっていかなきゃいけないだろうとましてやあそういうのに興味のある方はですねどんどんいろんな意味であの情報を共有していきたいなというふうに考えております。でこれは、えー、桜島の噴火 に対応するために今活動をしております。qgis フリーソフトのデータベースをあえ、地図ソフトを使ってですね。データベース化を作っております。ここにどこにどんなような災害があるかということを全体的に考えるということもとても重要だ。そしてこのフリーでデータを提供できればですね。皆さんのところでも情報共有できるだろうというような取り組みもしております。最終的にですね。最後になりますけれども、災害痕跡データベースというものへの要請とその活。 による到達目標とことを書きたいと、えー、示したいと思います、えー、現在我々、えー、と文化財防災センターというものを立ち上げました、えー、また私はですね地震火山噴火予知協議会というような研究協議会というところにも所属しております、えー、それぞれがですねさまざまなデータベースまあ災害痕跡のデータベースを集めることで、えー、文化財防災センターとしては、えー、地域ネットの活,活性化と災害に強い地域社会の構成情勢というものを狙っておりますまた えー、予知協議会としてはです、ねえー、災害発生シミュレーションそれからです、ね、ハザードマップの作成、えー、行政単位で,です、ね、利用活用していただくためのおシステムを作りたいというふうに考えております。えー、わ私たちのあ少なくとも私の望みとしては最終的にはです、ね、このようにです、ね、多くの人に関わっていただきながらさまざまな災害に対しての、えー、来歴履歴というものを作っていきたい。 それによって少しでもですね我々の社会への防災減災というものを進めていきたいと考えておりますまさに温厚知心という形でやっていくべきだ災害に対しての記憶の風化興味関心の風化をさせない取り組みと防災はできずとも減災に向けた取り組みは必要だろう実際に発掘調査にやりますとですね 現地説明会ということを開催することが多くございます。その中にはですね、何百人という方が見学に来ていただけます。ありがたいことです。で、歴史に対しての興味もそうなんですが、同時にですね、そういうところにですね、災害の痕跡があれば、そこにそこに合わせてですね、興味関心を持っていただく取っ端があったらいいなと考えております。また、那覇県ではですね。 このような研修というものを行って例えば調査あるいは記録方法の普及とかです、ね、啓発というものを進めております。ぜひ皆さんにも参加していただいて何か興味関心がボトムアップするといいなと思っております。しかし同時にです、ね、このような作業はさまざまな多くの課題がございまますす行政的的ななももももののありし資金ございます。 でこういうものがどうやってえっ、ー、と知人につながってくるのかということがまあまだ課題の課題になっております、えー。皆様のお知恵も借りつつですね、えー、考えていければいいなと考えております。最終的に何をしたらいいんだろうということを考えると知と技術の結集がですね大変重要なあものになるというふうに考えております。ご清聴ありがとうございました。